さて追っ始めるか。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか。それもなんつうか羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえばここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王庁から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠はあるさ、根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして必ずここに戻ってきて。
村で一息つけるかな。なんだろう、悪そうなのがゾロゾロと。ガキてめえ、まずいよ子供が。おめえ何者だ。あのガキの仲間か。変なのに巻き込まれちまったな。お前食い物持ってるな。お礼はそれでいいぞ、気を使わなくても。おお、お前エルフなのか。なんだあのバカでっけえのは。剣なのか。強すぎる。やべえ、クシャーンのやつらだ。囲まれてる。ほれガキンチョはこっち、じっとしてて。な、何言ってんだよおめえ。わかんねえのかこの状況が。ぶっ殺されんぞ。なんなんだおめえら、道上げろ、急いでんだ。時間食ったぜ。え、ちょ、待てよ。お前一体。追うな、もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。見つけた。あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。い、石泥。お前昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か。弟子入り志願か。それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。
なんじゃねえ。俺は人の下につく気はねえ。剣持ってんだな。剣士になりてえのか。お前人は斬ったことあんのか。なめんなよ。人の一人や二人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい待ってくれよ。